そうですね、一人一人のこう個人の能力っていうのは、まあ、決して高くはないんですけども、まあ、真面目にしっかりとこう取り組めるっていうところが今年のチームの良さじゃないかなと思います。で、まあ、お互い刺激をし合いながら高め合うということができるのかなと。本当に一人一人の能力はやっぱり正直低いところがあるので、みんなでチームみんなで戦うというようなチームだと思います。やはりあの、まあ、高層体それからインターハイ、まあ、一つの目標にしてたところがやっぱなくなったということは、そんなにこう選手たちは表に出さなかったというか、まあ、我々だけじゃないと、まあ、いろんな種目、まあ、競技でも日本中の高校生がやっぱりショックを受けたので、我々だけじゃないっていうところで言うと、まあ、ショックだったんですけども、まあ、仕方ないかというとこはあったかなと。ただそこで、まあ、学校が例えば休校になったりとか、活動が制限がかかったりとか、でそういう、まあ、できた時間の使い方っていうところで、やはり個人があの今できることをしっかりやろうということでプラスに考えて、まあ、個人練習、まあ、個人の時間を大事にした結果、まあ、あの個のこう能力アップであるとか、細かいところの技術的なレベルアップであったりとか、そういうところにこう時間を費やすことができたんじゃないかなと思ってます。そうですね、選手権もそうなんですけど、まあ、リーグ戦がやっぱりプリンスリーグというところがあって、まあ、そこが今年の大きな目標の一つではあったんですけども、まあ、前期が開催できないということで、まあ、リーグ戦は9月5日からあの開催されたんですけども、まあ、まずはリーグ戦が開催されること、それから選手権が開催されるということを信じてやっていこうという話をしました。で彼らはやっぱりそこだけがゴールではないので、もちろんやっぱりサッカー人として一つこうサッカーを通してどう成長できるかっていうことを我々は目指してやってますので、もちろんあの大会がないことによって当然こう目標を見失うっていうことはあるんですけども、まあ、もちろんそこをあるということを信じてやる、さらにやっぱり自分が成長できるための時間をしっかりと使っていくということで話をしました。そうですね、やっぱり果実との試合っていうのは、まあ、もちろんどことやっても負けれないっていうのは高校時代から思ってましたけども、やっぱり同じ九州で果実だけには負けれないっていう思いは我々も持ってましたし、でちょうど新人戦の九州大会の決勝で果実とやって、その時 2-1 で勝って、で九州大会優勝して、でまた選手権の今度、舞台で試合をすることになったんですね。でその時はうちがやられたんですね。で実はそこの間に8月頃にこの国見高校のグラウンドで練習試合をしたんですけども、心理戦の時から夏の時にやった時の果実のこう強さっていうのは本当に成長がすごくて、いや強いなっていう、でその後やっぱ選手権だったので、そこでなんとかあのうちも勝ちたいっていう気持ちはありましたけども、やっぱりあのいろんな意味であの、まあ、技術的なもの、戦術的なもの、もういろんなものを含めてあの果実ってのはやっぱ充実してるし、パワーがあるし、あのやっぱり相手にするとすごく嫌なチームだったと思います。なので、まあ、うちもやっぱりそういうチームに負けないようにっていうことでかなり意識はしてましたね。あの、まあ、今回クラウドファンディングという形で支援をしていた皆様、ね、あのこのコロナ禍というあの未曾有の災害の中で本当にこう自分がそういう支援をできるような状況ではない方もたくさんいると思うんですね。そういう中で我々にこう支援をしていただいたことを本当にありがとうございます。で我々はやっぱり高校サッカーというスポーツを通してでしか恩返しをすることができないと思っております。で今回のこの試合に対して本当に真摯に向き合ってベストのプレー、
で全力のプレー、泥臭いプレー、本当にあの勝利を目指して戦うということで恩返しができればなと思っておりますので、ぜひ試合を見ていただいて少しでも、力を与えれるようなゲームができればなと、願っております、よろしくお願いいたします。そうですね、まあ高校時代から思い出のある鹿実との試合ということで、まあ、あの監督としては、ね、こう練習試合も1回か2回ぐらいしかできてないんじゃないかなと思うんですよね。で本当にトップチームでこうメンバー揃えてしっかりやるっていう、またあのユニフォームも本当に素晴らしいものを作っていただいた中でのこうある意味プレッシャーがかかったゲームをどれぐらいこう我々が楽しめるかというところがやっぱり大事かなと思っております。で勝利を常に目指しながら鹿実とともに素晴らしい試合をこう作り上げていきたいなと、そのためにはやっぱり質、それから我々が目指しているものっていうのを全てこうぶつけてグラウンドで表現できればなと思っております。